新時代。ここに付け付けるとな、こうやって、そしたらずれんとったな、確か。すごいね、めちゃくちゃマッチやんけあ、これ外で飲んだし、体重差がねえ。すごいね。すごいね。今日は暖かいもんね。はい、家康さんです。よいしょった。じゃあどうも、はい、じゃあ缶のパイで、はい、缶のパイで、はい、カラマ、久しぶりですね、最近ナレーションなくなったんで、ね、最近ね、お酒は二十歳になってから、うん、昔から見られてますね、あ、やっぱ、もう すごいね、すごいでっかいマグロだね。うん、だってでっかいもんね、うん、ですけど、高岡の方が美味しい、ね、あったらね、はい、いや、すげえな、たくさん出るんですか、俺は、うん、今のよく見てもこんな感じ、まだバスチャーターするんじゃないですか、ねえ、騙されてるよ。何にですか、そんなね、父さんにね、会ってくれないよ、YouTuber。 いやあ、だからね、みんなずれてるな、ずれてるな、でっかいな、これガムやぞ、これ、でかっ。今日箱から見て、ああ、ケちゃん嫁の誕生日と、ありがとうございます。私が聞いてたら、ケちゃん泊まって、お風呂入って、ご飯最後はそこへ、そういった荷物を置いて歩いていければ歩いていく。クラちゃんはさっき用意してもらって、それならね、呼んでください。うん、行く。ありがとうございます。でも、行き場電車で。また新鮮だし。もうびっくりですか？ありがとうございます。わー、嬉しいな。あ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、どうぞ。今日はおわが大たるちゃん。いや、それは困るわ。おわが大たるちゃん、そこは割り勘しましょう。はい、家康さんでしたね。はい、今日は、タスさんのオフ会に参加ということで岐阜に来ております。で、会員番号1番の春光さんと0次会でございます。はい、0次会でございました。はいね、はい、じゃあ今からタスさんの会場行ってきますんで、はい、じゃあまた、はい、それでは。